呪い人形。言うなれば魔女のシンボルですね。あなたそれを甘く見てらっしゃるようね。申し訳ないけど、この人形にピンを刺すと憎い相手が死ぬってのはどう思う？必ず死にます。みんな自分の人形を持たなければ、お守りとして。あなたみたいに？そうです、自分のがあれば呪いを跳ねつけます。さもないと死は至る所から不意に襲いかかります。作ってあげましょう、あなたにも一つ。僕のやつを？いや、それはまたいずれそのうち。取ったんじゃねえ、落ちてたんだよ。ウェットローだな、ジョージ・ウェットロー。なぜ、なぜそんなこと。そうだろ。違う。金が落っこちましたぜ。ん？あ、俺の金じゃないよ。じゃあ誰んで？ジョージ・ウェットローのさ。時にジョージ、ちょっとばかりお前に聞きたいことがあると言っても警察じゃないから心配するんだよ。ダンのことならお前に聞きゃ分かるって警察で聞いてきたもんだね。ダンは知ってるな？まあね。それが、その、つまり同業ってやつでよく買っちゃったけど。死んだことは知ってる？心臓麻痺だってね。どう考える？俺は何も考えたくねえ。トレニックの屋敷の森でその密漁していたんだろ。バカだあいつ。森に何があるんだ？知らねえ、その詳しいこと。ダンから聞いてないのか？どうしてよ、ダンに限らず森に出入りする者がめったなことを喋るもんかい。それらしいことは何にも。ただ妙な連中がいるとか。妙な？修道士みたいな頭巾かぶったやつ。何してる？儀式さ、魔法の。やってんのは見たことねえ。そうだが他には思い出せねえな。また何か思い出したらキングヘッドホテルにいるからね。なんか食ってる場合か。なんだ、せっかく森で拾ってきたのに。だってそうだろ。分かってるよ、ジリジリする気持ちは。だったら動こうじゃないか。相手は魔法をお使いになるんだ。絶対シャロンは屋敷の中だよ。だけど俺外から声をかけてみたんだぜ。厚さ1メートルもある石の壁は通さなかったっていうだけの話さ。気になることがもう一つ。なんだい。今までの仕事では相手のことが大体分かってた。ところが今度はそれが分からない。何が起こるか。今までの仕事じゃはっきり敵と分かってて、それで危なかったんだ。でも今度はそうでないかも。だからってのんびり構えていたんじゃ。いずれにしろ暗くなるまで待とうや。どうして？どうやら何が起きるにしてもこの辺じゃ夜起きるらしいんでね。美しい女性に囲まれて私みたいに幸せ者はないね。スパイよ、この人ここを探りに来たのよ。スパイよこの人。まあまあ、2、3日したら解放してあげるからね。お嬢さん、でもそれまでは
あの部屋で監禁でしょ。なぜ？もちろん儀式を無事に済ますためよ。儀式って？つまり今晩この地方特有の儀式があってね、何百年の伝統を誇る行事だから、家内はそれをつつがなく終えたい、その気持ちでいっぱいなのさ。儀式だかなんだか、それに使うんだ、あんな工業用の高圧線が必要なわけ？何？何言ってんのこの人は。ライトの話だよ。なるべく明るくしなきゃ。フォード、お客様を部屋までお送りしてくれんか。失礼するよ、ジェンと私はこれから仕事の打ち合わせがあるんだね。大変なことを考え出して失敗したって知らないから。私はこの世界にウラニウムは絶対欠かせないんだ。外れっこあるもんか。そう、森の中にある1万キロワットの発電機につながってるのさ。そうらしい。よし、うちの中踏み込んでみよう。あの野郎っす。ホテルの親父も来るか。スーザン・マクレディもあいつの細工だったんだ。あなたは容器を破産してますね。そうでしょ、隠しても私には分かります。だったら誰かを呼んでどうにかしたらいいでしょ。今夜の儀式の邪魔はさせませんからね。大勢集まるんですか？全国至る所からやってきます。何しろ何百年と続いた魔法の儀式ですからね。奥さんは依然として全国から魔女が集まってくると思ってらっしゃいますよ。それでいいんだよ。トラックが着いたぞ。行きますか。ここは大丈夫ですから。でも念のためっていうことがあるからな。お前はここにいろ、下は私たちでやるから。なると、つなぎ針を探さなきゃ。つなぎ針って？なんだよそれ。シャロンから建築について聞いたことは。別に。こういう古くてでっかい建物になると、重量を分散するつなぎ針って針を使ってあるな。君って最高。早く来い。すなわちつなぎ針だ。
ありがとう。我が輩の計算にして正しければだ。東横は2階の寝室だ。バカにならないね、こうなると建築学も。そういうこと。お茶をどうぞ、マダム。どうも、ご苦労でした。お茶なんか飲んだら倍か。高ぶってるわね。君のこと心配なあまりさ。感謝感激。大丈夫だって言ったんだけどね。真相を突き止めるまで動くまいと思って。大体何だい、こんなうちに工業用の高圧線ってな。発電機を探しに行って捕まったのよ。それ以来ずっとこんなか。しからばコーンワール地方伝統の家屋、ただいまからじっくり拝見しましょう。さあお先に、どうぞ。何をするんだか知らないが、そうはさせないぞ。何せよトレニックの奥さんは関係ないわ。魔法の一件はみんなをここへ寄せつけないためのバリケードさ。あとは僕らに任せて、君はここにいるんだぜ、S マックレディさん。あなた休暇中だから。国防省対米核協定。